ということでですね、2本目の動画になります。今日の4本目の動画の方ではですね、宅建業法の問題で、すごく多くの人が間違えちゃった問題ですね、コラボもしファイナルで多くの人が間違えた問題、 37.6% というですね、低い正解率だった宅建業法の超基本問題やりたいと思います。なんで間違えてしまったのかというところはですね、解説聞いていただくと分かりますので、最後までお付き合いいただければと思います。ここからですね、内容のネタバレになってきますので、まだこちらのデルジュン宅建直前予想持ちのですね、第4回目をやってないという方はやってからこの先見てください。それでは早速いってみましょう。問40です。宅建業法の規定に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。1、宅建業者はその従業者に対しその業務を適正に実施させるため必要な教育を行うよう努めなければならないとの規定がある。さあどうでしょうか。超基本的な問題ですよね。さあ大丈夫でしょうか。いきますよ。これ答えは、はい、丸です。これはね、知らなかったとしても、まあ、丸だというふうに思うのが自然でしょう。宅建業法第31条の2には、宅建業者はその従業者に対しその業務を適正に実施させるため必要な教育を行うよう努めなければならないとの規定がある。よってこれは丸ということでございます。これはまあいいでしょうね。これは多分罰というふうにする人はあんまりいないんじゃないかと思います。続いていきます。2、宅建業者は取引の関係者に対し審議を旨とし誠実にその業務を行わなければならないとの規定がある。さあどうでしょうか。さあ大丈夫ですかね。これもね、そんな難しくないですよね。答えは丸です。宅建業法31条1項には、宅建業者は取引の関係者に対し、審議を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないとの規定がある。はい、これはその通りですね。よって丸ということでございます。ここまで来るとですね、なんでそんなにみんな間違えたんだって思うと思うんですけども、問題はこの先の2つなんです。いきますよ。3、宅建業者は宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないとの規定がある。さあ、どうでしょうか。どう思います、これ大丈夫でしょうか。いきますよ。これ答えは×です。なんかちょっとこれ怪しいなというふうにできれば思ってほしい選択肢なんですけども、宅建業法第15条には、宅建士は宅建業の業務に従事するときは宅地または建物の取引の専門家として購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう公正かつ誠実にこの法律に定める事業を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないとの規定があります。ですが、宅建業者はっていうのはないですね。宅建業者は宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないっていう規定はないんですね。非常に細かいことを聞いておりますが、この主語っていうのは非常に重要なんでございます。これ宅建士がね、主語になってます。宅建業法では。ということなんでございます。よって、これね、×なんです。わかるかっていうふうに思うかもしれませんが、これですね、次の4番の選択肢が正しいというふうに見抜ければ、わかるっていう話になってきます。ということで4番いきますよ。宅建業者はその業務に関して、なすべき宅地もしくは建物の登記もしくは引き渡しまたは取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならないと規定がある。さあ、どうでしょうか。はい。いきますよ。これ答えは、はい、これは丸でございます。宅建業法44条には、宅建業者はその業務に関してなすべき宅地もしくは建物の登記もしくは引き渡しまたは取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならないという規定があります。よってこれは丸です。ということでございます。この問題はですね、3番確かに迷うと思うんです。迷うと思うんですが、他のやつがどう見ても多分正しいっていうふうに思えると思うんで、まあ、消去法で3っていうふうに導ける問題じゃないかなというふうに思います。この3番の引っ掛け自体はかなり高難易度な引っ掛けなんですが、こういう引っ掛けはね、出るんです。この高難易度のよくわかんない選択肢が出てくるんですけども、そういうやつは出てきてる時というのは、大体です。それ以外の選択肢で、普通の受験生だったら解ける可能性あるよねっていうような感じの問題の出し方をしてきます。で、大体こういう問題っていうのは B ランク問題です。B ランク問題っていうのは、正解する人は合格する可能性が高いというタイプの問題なんですね。丸暗記で覚えてる受験生だけ落とされるっていうタイプの問題になってくるので、まあ、この辺に関してはですね、まあ、ここに関してはそんなに難しい知識聞かれてませんけども、まあ、消去法で困ったらですね、答えをですね、絞り込むっていうことも本試験では非常に有効な作戦になりますので、まあ、そこを一つですね、覚えておいていただければと思います。ということで、また明日。